皆さんこんにちは、安智也です。今回は着物の下に着る半襦袢、半幅帯、足袋についての簡単な紹介動画となっております。最後までご覧いただけたら大変嬉しく思います。それではどうぞ。着物の下に着る半襦袢、主に着物が合わせの時に着用します。こちらは主に夏用で、ろ、おひとえ、浴衣などの下に着用します。次は半幅帯です。こちらにも冬用、夏用があります。きちんとお太鼓の帯でお稽古もよし、半幅帯でも大丈夫です。続きまして足袋です。ここでは白生地を2種類ご紹介します。1つ目は綿生地の足袋です。2つ目はナイロン生地の足袋です。お稽古には綿生地の足袋が適しているかと思います。ナイロン生地の足袋はとてもよく滑ります。続きまして舞台で履く足袋の紹介です。足袋にもいろいろな色があります。踊りに合わせ足袋の色も変えます。舞台写真と合わせてご覧ください。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。